みなさんこんにちは。こんばんは。トゴロリンクゲームズのベイ君です。おかめです。意味がわかると怖い話、実況を続きいきます。よろしくお願いいたします。お願いします。元気ですね。というわけで、はい、早速いきましょうか。なんか出てるけどね。おう、なんだ。そして今回は、ステージ4の、途中までやったから、そうだ、ここやね。イヤホン、イヤホン、なかなかいいタイトルでございます。では行きましょうか。イヤホン、よろしくお願いします。みんなイヤホンつけてる？今日9800円になるな。どういう質問され。いや今ね、聞きながら。なるほど、今ね。そう、あ、そうや、確かに出したか、出すとできない人いるじゃないですか。そうやね、電車内とかでね。イヤホンでこれ聞いてる人多いかも。そう今日9800円で買ったイヤホンが壊れた。うん、高いな。高い。大音量で聞いていたせいか、いきなり途切れやがった。くそ、9800円もしたのに。腹が立って45万円のプラズマテレビを叩きつけた。ほう。ハッと我に返り、慌てて壊れていないか確認した。うん、画面が映る、よかったと思ったら音が出ない。クソ、もう怖いね。ほんとだね。もう怖い怖い。45万の八つ当たりとか怖すぎ。無理。45万円のプラズマテレビも壊れてしまった。それにしても今日は静かだな。気晴らしに散歩でも行こう。ほうこれは確かに怖いよね。45番のプラズマテレビを叩きつけたっていうのが怖いのかもしれん。あ、そっち？ゾッとするね。ゾッとする。さあ、推測して。お、イヤホンは壊れていません。それを指摘してください。オッケー。え、いきなり途切れやがった。プラズマテレビを叩きつけたんだ、腹が立って。そう。で、ってことはイヤホンが壊れたわけじゃなくて、プラズマテレビが壊れちゃったんじゃない？すでにプラズマテレビが壊れてたってこと？そう思ったら音が出ない。うん、なんのこっちゃね。それにしても今日は静かだな。この辺なんか怪しない？それにしても今日は静かだな。停電じゃないかこれ。わかった。え、なになに、わかったぞ。ゾッとした。ゾッとしたこれ。えっとね静かだなっていうのが、はい、この人の耳が壊れたんよ。はい、うわぁ。やろ？静かだなって言ってるけども、耳がこの人壊れてしまったから。うわ、そういうことか。じゃない？ずっとしたわ、今。やろ？そうだ、そうだ。だから、今日は静かだなだ。ここや。はい、いきます。やったー！うわー、ちょっと怖えよ、確かに。イヤホンを爆音で聞きすぎて耳が聞こえなくなっている。それに本人が気づいていない。来たよ。怖い。いきなり気持ちよく答えたね。もう俺怖いより気持ちいいが勝っております。マジで。でもイヤホン爆音で聞きすぎるとほんと大変なんで。でもね、俺イヤホンで音楽聞くときめっちゃ大音量で聞くね。気をつけてくださいね。ベースの音、あ、この辺にベースの音みたいな、うん、で途切れて、あ、今日は静かだなって思ったら終わりですからね。、うん、気をつけましょう皆さんね。さあ、あ、7番のあれ見よう、タイトル見よう。タイトル、写真来ました。怖いの写真。傷ついた者がいるのに写メを撮る若者たち。暴力団に囲まれ傷ついて倒れている人間を助けないで、写メを撮る人々の写真にこのタイトルが付けられた。5人の若者の異常識のなさ、このままでいいのか。カメラマン水木圭介、はい、この記事が掲載された週刊誌が発売された後、写メールを撮っていた5人が惨殺された。犯人は被害者の弟だった。はい、まだ逃走中。5人全員殺されるなんて、まあ自業自得でしょうし、もう殺しも起きませんし、うんうん、いや、まだ殺されるな。誰がですか？誰やねんお前な。誰がですかって言ったらお前が一番怖いわ。ねえ、はいはい、でもこれ分かったね。これはもうカメラマンさんですね。なんとなく分かったけど、うん、でも結局この常識のないカメ、こいつらを撮ってるカメラマンも常識ないよねっていう、まあ、ないそういうやつやろ、うん、だから私は多分下の。え、でもいや、まだ殺されるなっていうところじゃないかな。5人の若者が、うん、メールを撮っていた5人が惨殺された、うん、犯人は被害者の、あ、そうやね、俺や、うん、まだ殺されない、誰がですか、うん、俺や、ここや、水木、
はい、水木タップできない。あ、まだね、推測するすいませんでした。あと誰が殺されるのでしょうか。ちょっとあの正義ということを子孫しました、はいはい、これやね、水木圭介さんが殺されちゃうと。よしよしよし、OK、犯人は被害者の弟だったことから、兄を助けずに写真を撮っていた者たちを恨み、うんうん、次々と殺していった、うん、次に殺されるのはカメラマン水木圭介である、うん、カメラマン水木圭介は暴力団に絡まれ傷ついて倒れている人間を助けないで、暴力団に囲まれ傷ついている、うん、倒れている人間を助けないでシャベルを撮る人々の写真を撮影していた。そういうこと。5人の若者の常識のなさ、このままでいいのかなんてタイトルをつけているが、カメラマン本人も助けないで撮影をしているため、犯人である被害者の弟のターゲットとなる。なるほど、これあれみたいじゃない、はい、ティッシュ配りを監視する、はいはい、バイトってあるらしいんですよ。いたちごっこじゃないそう、ティッシュ配りを監視するバイトってあるんですけども、うんうん、でそれをまた監視するバイト、そのね、うん、その監視する人を監視するバイトもあるらしいんですよ、うん、じゃあ最終的に社員がやったらいいじゃんってならない。でも結局その社員も信用できないから、それを監視しないと。もうティッシュ配りしない方がいいよ、その会社は。確かにね、名称があって、うんうん、そのね、監視する人を監視する人をフクロウかなんか、そんな風にかっこいいを呼びながらるらしいね、皆さん。なんでそのさ、組織的な名前なんかっこいいやろ、フクロウ、ジン、ウォッカみたいな。あ、そう、それはコナンだわ。次行きます。はい、さあ、タイトルが、タイトルは引き逃げ。あ、これは怖いな。行きましょう。はい、俺が夜中に車に乗っていたら、前に小学生くらいの男の子がいた、うん、こんな時間に危ないなと思っていたら、なんだか様子がおかしい、ふらふらとしている、うん、と急に男の子は車道に転がった、うん、キキキキーどん、ぶつかった、どうしよう、降りた方がいいのか、降りろ降りろお前。関わり合いになりたくなかった俺はバックしてさっとその場を離れた、うん、はい、その後そこを通る機会があった。あれが幽霊だったらまだいいのに、そう思って現場あたりを見ると、丸月、丸日、何時頃、うん、ここで引き逃げがありました。丸時って言えよ。丸時。目撃された方、ついに、下記の電話番号に情報提供お願いします。うん、俺は家に帰り悩んだ、うん。警察に行くべきか。だがきっと、相当な時間を奪われてしまう。そういう問題か、お前。嫌だ。俺は関係ない。そうこう思っているとニュース速報が。うん、三角市バス町で発生したひき逃げの容疑者が逮捕されました。ああ、そうか、よかった。俺はほっと胸をなで下ろした。おお、でこれで終わり。終わりましたね。 OK、 ちょっと推測、じゃあマジしましょう。なぜ彼ではなく別の人が捕まったのでしょう。ほう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 、ちょっと待ってや。でもこれいきなり、じゃあ確信に迫っていい。はい、なんだか様子がおかしい、フラフラしてて、うん、転がったやろ、うん、だここじゃない。あ、違う。多分ね、うん、この男の子一回引き逃げされてるんだと思う。一回引き逃げされて、うん、でフラフラしてんだよ、で頑張って起き上がって、そう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 、マジで違う、マジで、うん、じゃあ どうやなんだか様子がおかしいかな、様子がおかしい、フラフラとしているかな。行きますよ。そこら辺じゃないかな、違うかな、トン、違うか。では急に男の子は車道に転がったかな。じゃあこの辺しか考えられんよね、うん、でも、うん、でもちゃうんやね、フラ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 としている。あ、当たってましたね。なんかせこい気がするけど、まあまあ、そこら辺でしたから、まあ、考え方はね合ってたはずなんで、うんうん、見ましょう、見ましょう。はい、なんだか様子がおかしい、フラフラとしているから、うん、男の子はすでに引き逃げに遭っていた。あ、合ってたよ、ほら、あんた合ってた、ね、まともに歩けないほどの重傷ではあるが、息はあった男の子を再度引いて殺してしまったのが、語り手である。関わり合いになりたくない、相当な時間を奪われる、語り手自身が起こした罪であるのに自分は関係ないと思う、思い込もうとするのは、ひき逃げをした時の心理なのだろうか。ひどい、でも当たってましたし、なあ、すごい。これじゃあ逆に今回気持ちいいってやつ。気持ちいいですね。2回、まさか2回目だったとは自分がっていう、ゾッとするより気持ちいいが勝つってやつ ね、うん、恐ろしい人間ってやつ。でも罪悪感だけ持って生きなさいってことです、彼は。来ましたよ、はい、たった一人のマダ娘。何これ怖そうやで、はい、今日も愛する妻が台所に立つキッチンからは実に美味しそうな匂いがする、はい、そして実に美味しそうだ。そして今日は私はいつもと同じくらいの時間に時計を見上げた、はい、たった一人のマナ娘の帰りが遅い、うん、私は今日も娘を探しに腰を上げた、はい、ちょっとあの子を探してくるよ、今日、うん、あなた
それなら私も行きますから、ちょっと待ってくださいね。声どうした？忙しそうに食事を作っていた妻が、今日も私の後を追ってくる。はい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 。私たちはとりあえず近所の公園を見に行った。するとブランコあたりに案の定娘がいた。こんなところにいたのかい？さあ早く帰れと夕飯が冷めてしまうよ。娘はうなずいてから私のにおんぶをせがむ、はい、言われた通りに背を貸す。本当に可愛い娘だ。しかし妻が少しだけ不自然な表情を見せている。どうしたんだいと尋ねてみると、彼女は困ったように笑いながら私に語りかけた。なるほどね。あなたその子娘じゃありませんよ。来たよ来たよ来たよ。これ怖い感じのやつ来ましたよ。すはい、どうぞどうぞどうぞ。はあ、どうして妻は夫についていくのでしょうか。どーん、まあ多分、まあ多分娘を亡くしていて、でもうそれを受け入れられなくて、娘はまだ生きていると思い込んでいるんだが、外に行って知らない子を連れてきちゃうんだよ、うん、なるほどね。そうそうやね。だから奥さんは絶対自分はついていかなきゃいけないんだと。そうやそうやそうや。え、これ何答えなあかんねん。上の方じゃ、どうして妻は夫についていくのでしょうか。どうしてついていくかやから、どうしてついていくやから、今日も私のお仕事。どうしてやから、どうしてだから、どうしてどうして娘じゃないの。娘じゃありませんよかな、やっぱり。じゃあ単純にいきますよ、うん、よし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 、ね、いやこれはね怖いやつですよ。推測はどうですかね。これは非常に怖いやつですよ。おそらく娘はすでに死んでいて、うん、それを認めることができない語り手が決まった時間に徘徊してるんだろう。妻がついていくのもそんな語り手が心配だからといったところか、彼女は困ったような笑い、困ったり笑いながら私に語りかけたとあるため、うんうん、もしかしたら毎回こんなことをしているのかもしれない。そうなると語り手は今日に限ってと思っているのはおかしい。なるほどね。娘が死んでしまったことが認められない語り手は私、少し壊れてしまい、うん、毎回同じようなことをしてしまっているにもかかわらず覚えていないのだろう、うんうん、ではこの娘は何者か知らない人、娘を追い求めるあまり自分の娘とは似ても似つかない困る自分の娘と認識してしまっているかもしれない。そのため妻が困ったように笑うのは似ても似つかない困れ娘と認識してしまうくらい精神的に追い込まれているのを感じるのと同時に、それほどまでに娘を愛していたことを感じた ためと言えるだろうか。長い長かった長い一つのもう小説を、あれも言ってることは合ってましたよ、まあね、言ってることは合ってたね。勘違いして連れ帰ろうとした、うん、そういう感じのううまとめ方でございますけど ね、まあ、でもこれは、まあ、怖い話、怖いというか悲しかった、ね、これは悲しい話でございましたね。悲しいお話です。というわけで、はい、次いきましょうか、うん、これ今何問目、これ何問目でしょうね。ドン、あ、今回じゃあラストこれラスト、はい、いきましょう。タイトル次はフェイ、同棲してる彼女。これもまた勘違いしてんじゃん。妄想から生んだ彼女じゃないの。そうなん、妄想やろこれ。二次元の彼女。そう、二次元俺の同棲してる彼女の話だ。ほら怪しい。彼女は物理学を専攻している大学院生、うん、すごく優しくてけなげな子なんだ。はい、俺がどんなに酔っ払って暴力を振るおうと、彼女の大事にしているものをぶっ壊そうと文句一つ言わない。本当に我慢強くて優しい子だよ。それどころか彼女は俺をすごく愛してくれている。こいつダメや、こいつがやばかった。こいつ妄想がもう、こいつがやばかった過ぎてますせ、うん、あんた一番やばいわ。そうよ、俺がものすごく短気な性格だから、この前彼女はライターをプレゼントしてくれた、うん、イライラしたらタバコを一服吸って落ち着いてねってな、優しい子だろ。さっき彼女は俺の大好物のホットケーキを焼いてくれるって言ってたくさん小麦粉を買ってきてくれた、うんうんうん、買い込みすぎだろっていうくらい大量の小麦粉、うんうんうん、しかも買いすぎて持ち運べなくて床に落としちゃってんの。ほうほうほう、はい、はい、袋が破けて小麦粉が部屋中に飛び散って、なんかものすごく煙たくなって、彼女は慌てて雑巾買ってくるねと言って外に飛び出して行っちゃうし、うん、同時なところもまた可愛いんだよ。それにしてもちょっと遅いな、雑巾1枚買ってく帰るのにいつまでかかってくるんだよ、イラつくぜ。おっとイラついちゃダメだもう小麦粉ぶちまけた時点で多分殴ってるやろね、うん、一発ぐらい。何してたのなあ、小麦粉に顔をうずめるぐらい。なぜ今回は殴らなかった。そうだよね、ここは落ち着かなくちゃな。なるほど、わかりました。これなんかあれじゃない、コナン系じゃない。すごいこれ、これコナン系女子やんな絶対、うん、コナン系女子について突っ込みが欲しかった。コナン系女子ってなんだろう
って考えたんですよ。考えた考えた、うん、コナン系女子ってなんやねんって、それだけでいいから、そう、そういう時はなんやねん。行こう、はい。え、でも、ちょっと待って、推測教え、あ、推測、ごめんごめん、これ忘れてた、うん、俺。彼女は彼にどんな行動を取らせようとしているのでしょう。なるほどね。ってことは、ってことは、タバコやろ。うん、イライラしたら、タバコをしたした。うん。来た。行きましょう、皆さん、はい。これかなり恐怖ですよ。てか、これ妄想じゃなかったってこと？本当ですね。こいつの。行きましょう。うん、ポン。よし、正解です。正解でございました。これ、あれですよね、薬。とりあえずやばい薬やろですよね。同棲している彼女は物理学を専攻している大学院生であり、ライターをプレゼント、小麦粉を買い込み、小麦粉を部屋中に飛び散らせている、うん、雑巾を買いに行ったまま帰ってこないといった行動をとっている。つまり小麦粉と火による粉塵爆発を意図的に起こそうとしている。できるのそんなこと。なあ、え、怖いんだけど。小麦粉、怖い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 。彼氏の DV に耐えきれなくなったため、事故に見せかけて殺害する方法を選んだ彼女。これで、結局タバコを吸おうと火をつけず、粉塵爆発が起こらなかった時が恐ろしいかもしれない。なるほどね。バレて、お前何しとんねボケー、バレる。え、てか待って、本当にで本当にこの彼女みたいやね。そこやんな。そこか、そこが一番ゾッとしたの。なんでお前彼女で言い続けんねんってやつやんな。え、うちそれより粉塵爆発が小麦粉と火だけで起こるってことは、そう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 、キッチンやばくないっすか。あ、確かに。だってでもめちゃくちゃないとダメなんじゃない。もうほんま、あ、もう待ってるぐらい、待ってて空気中にないとダメってこと。空気中にめちゃくちゃ待ってたら、そっからチリ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 みたいな感じで。なるほどね。じゃない、ちょっと物理学専攻してる人に、じゃあ、そうだ、ね、コメントいただこうぜ。そうだね、皆さん粉もん作るときは気をつけてください。粉もん、はい。じゃあ大阪とか結構危険じゃない。やばいね。ねえ、何やったっけ、あの食いもん、お好み焼きが出てこんか。お好み焼き。俺関西人やのにお好み焼きが出てこんってことで、それでゾッとしたっていう。え、じゃあキャンプファイヤーにさ、小麦粉バッて投げたらさ、爆発するってことじゃない。そうやな。そうでしょ。子供がさ、へーとか言ってバッてやったらさ、ボンっていくわけでしょ。怖い。結構すごないこれ。結構身近なもんで爆発って起きるものなんですね。なあ、いや、怖いわ。も怖いことがいっぱいあった。妄想じゃなかったのが怖いし、別れない彼女も怖いし、そう怖いし、この知識を得てしまって自分も怖い。俺たちも怖い。俺たちもそうなる可能性はなきにしもあらずとは言ったらあかん。ないよないよ、絶対ないよないよ。小麦粉は使いませんからね。小麦粉使わんことない。小麦粉を大量にこう撒いたら殺せればいいんですよ、きっと。そうやね。あ、こいつ殺そうとして、あ、こいつ粉塵爆発させようとしてるんだって。同時声演じとるから。そう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 。だからお好み焼きをね、うん、作るつもりが、うん、なんか、あ、ごめんみたいな女の子、うん、はい、いたら、いたら、うん、その子は相当にしたたかです、うん、そうなの。そう、実際はね、実際はね、うん、危険なんで皆さん気をつけてください。実際は危険。そんなことないかもしれんけどね。怖い怖い。というわけで、はい、今回こんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価やコメント、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。心リンクゲームズのベイ君でした。おかめでした。バイバーイ。